第71回プライムタイムエミー賞は2019年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで2018年6月1日から2019年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は2019年9月22日にカリフォルニア州ロサンゼルスにある マイクロソフトシアターで行われ、アメリカでは FOX が放送した。1975年、1998年、2003年に続き、史上4回目の司会者不在の受賞式となった。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月14日と15日に発表された。第71回プライムタイムエミー賞のノミネートは、 2019年7月16日に発表された。最多ノミネートはゲームオブスローンズの14部門で僕らを見る目が11部門、バリーが9部門と続いた。クリエイティブ・アート賞のノミネートを含めるとゲームオブスローンズは32部門でノミネートを獲得し史上最多の新記録を樹立した。プライムタイムエミー賞の歴史上初めてイギリスの2つの番組。 フリーバグ、フリーバックとチェルノブイリが主要3部門のうち2つを受賞した。最多受賞となったフリーバグ、フリーバックはコメディシリーズ部門で4つの賞を獲得し、ついでチェルノブイリはリミテッドシリーズ部門で3つの賞を獲得した。最終シーズンとなったゲームオブスローンズは4度目となるドラマシリーズ作品賞を受賞し、この部門の最多受賞記録に並んだ。また、 ゲームオブスローンズは、クリエイティブアート部門の受賞を含めた単一シーズンで、シリーズが獲得した、エミー賞の最多受賞記録を塗り替えたほか、キャストのピーター・ディンクレイジがシリーズ4回目の受賞で、ドラマシリーズの最優秀女演団優勝の、最多受賞記録を更新した。ビル・ヘーダー、バリー・コメディシリーズ主演団優勝、フィービー・ウォーラーイコール・ブリッジ。 フリーバグ、フリーバックコメディシリーズ主演女優賞、ビリー・ポーター、ポーズドラマシリーズ主演男優賞、ジャレル・ジェローム、僕らを見るメリミテッドシリーズ、テレビ映画主演男優賞、ミシェル・ウィリアムズ、ホッシーバードン・ブロードウェイに輝く生涯、リミテッドシリーズ、テレビ映画主演女優賞、トニー・シャルーブ、マーベラ・スミセス、メイゼルコメディシリーズ主演男優賞、アレックス・ボースタイン、マーベラ・スミセス、 メイゼルコメディシリーズ女演女優賞、ピーター・ディン・クレイジ、ゲーム・オブ・スローオンズ・ドラマシリーズ女演男優賞、ジュリア・ガーナー、オザークへようこそ、ドラマシリーズ女演女優賞、弁儀賞、英国スキャンダル・セックスと陰謀のソープ事件、リミテッドシリーズ、テレビ映画女演男優賞、パトリシア・アークエット、ザークと、見せかけの日々リミテッドシリーズ、テレビ映画女演女優賞受賞者は、各項目最上段に、 太字のものである。なお、括弧は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。ありがとうございます。